左から、ルル・ドタブル級戦閣内の M4 ミサイル、ルトリオンファン級戦閣内の M45 ミサイルと M51 ミサイル M51 は、フランスが開発した潜水艦発射弾道ミサイル。フランス海軍が運用している M45 を更新するものであり、2010年に運用を開始したルトリオンファン級原子力潜水艦26機搭載される。フランス海軍は、 m 四十五の後継として、射程一万千キロメートルで、新型弾頭を持つ m 五千九百九十三年より開発していたが、この計画は九百九十六年に縮小され m 四十五を上回る射程八千キロメートルから一万キロメートルで、弾頭は同じく t n 七十五を使用する m 五十一に変更された。初の発射試験は二千六年十一月九日に行われ、 成功している。引き続き2007年6月と2008年11月に行われた死者も成功し、2010年7月10日にはルテリブルより作戦環境下での死者に成功。9月からはルテリブルに搭載し作戦配備につけられた。3段式の固体燃料ロケットであり、先端にエアロスパイクと呼ばれる突起が出ることにより、ブースト段階での空気抵抗を減らす。 2010年収益の初期型は M51.1 と呼ばれ TN75 核弾頭搭載であるが製造元のイーズグループでは新型核弾頭を搭載した改良型の M51.2 を2015年までに収益できるように開発を行っている。さらなる改良型として髭撃性を抑えた M51.3 の開発が2014年から開始されており 2025年頃を目途に開発完了の計画である M51 ありがとうございます。